奈良県立高窓芸術高等学校は奈良県奈良市白郷寺町に所在する公立の高等学校。2021年4月に奈良県立奈良県立高窓高等学校と同一場所にて開校。高窓高等学校は募集を停止し在校生が卒業する2022年度末に廃校になる。県下の公立高等学校で唯一音楽科、美術科、 デザイン化を有する高校であり、県下では芸術系の高校として有名。また、奈良県高等特別支援学校の文教室を併設している。交渉は高窓山、春日山、生駒ま山三つの山と萩を配して図案化したものの、中央に奈良にふさわしい五十頭をイメージする郷の字を排したものを採用している。奈良県教育委員会が策定した 県立高等学校的成果実施計画により、2021年度に奈良県立高窓高等学校と同一場所に開校した。これに伴い、普通科においても芸術の教科を2教科学べるようにするなどの改革が行われることになる。奈良県立高窓高等学校は募集を停止し、在校生が卒業する2022年度末に廃校になる。 敷地内の至るところに生徒たちが作った絞りが置いてある。音楽家の専攻を除く累計、専攻は2年次で選択する。ありがとうございます。